待ち、前回の続きからプレイしていきましょう。こっからザッピングだと思ったんだけどな、まだ早かったらしい。じゃあ次どうしようかな。どっからやっていこうかね。高峰龍二が昼で止まってんのか。じゃあここの正志から、これがあれだよね、龍二と会ったところだと思うんで、こっからザッピングしていこうか。でんってやつだよね。よし、ここからザッピングと。じゃあ、よしこどっからザッピングするんだ。確かにね、よしこが終わったのが11位だったからね。くそ。ベンチの脇を通りかかると、寝ていた若い男は出し抜けに立ち上がった。白峰組め。なんだこいつは。これはもういいよね。先進んでるもんな。見たところサラリーマンではない。ヤクザでもチンピラでもない。小真面目な学生といったところか。やる気もないのに睨み合う形になっている。こいつ昼寝していて寝ぼけたのか？いや、妙に酒臭い。服が衣服に染みついていることを俺は瞬時に読み取った。誰かがこいつを痛めつけ、泥酔に見せかけて放り出したのだ。こんなことするのは暴力団か。なんだ何者だ。こいつまさかまだスイングしてるのか。スイング。強烈なパンチに脳震盪を起こし、ゆらゆら揺ること。さて、今夜のブレードレスが世界一番でした。ちなみに2番はグレート、3番はブレッド。日本語で言うとパンですな。じゃ覚えてねえよ。どんな問題だったっけって感じなんだけど。俺が黙っているとおかしなことを言った。今日はこのぐらいで勘弁してやろう。そう言うと男はそーっとその場を離れた。なんだあいつは。奴が噴水の方へ歩いていくのを呆れて見送り、俺は宮下公園を後にした。これ関係あんのかな。そういえば朝から何も口にしていない。空腹は制御できる。しかし腹が減っては行きそうはできない。どうしようか。飯食いに行くか。空腹は制御できるってすごい話だよな。しかし腹が減っては行きそうはできない。SE がでかい。お金持ってたっけ。俺はなるべく目立たない喫茶店を見つけ、そこに入った。注文したスパゲティが来るのに、ものの5分もかからなかった。案の定味は最低だった。スパゲティはぐにゃぐにゃとコシがなく、その上にかかったミートソースも缶詰を温めただけのものだ。だが、その安っぽい味が、なぜだかたまらなく嬉しかった。最後の一本をすする。ふぅ。俺は満足し、その仕上げに冷水を口に含んだ。突然ドアベルが乱暴に鳴り響いた。振り返ると汗だくの女が走り込んできた。しおりさんだね。あ、よかった、間に合った。どうしたのしおりちゃん。マスターの問いかけを無視して、女は俺の座っているテーブル台に走ってきた。テーブル台。筐体の一種。アーケードゲームでガラステーブルにゲームのモニターが埋め込まれた台。アーケードゲーム、黎明期に多く制作され、テーブルの代わりになることから喫茶店などで重宝がられた。あれか、インベーダーとかのやつか。まさかそんな。女はその画面を見て絶句した。ああ、年代物だから確保してたんだけど、とうとう行かれちゃったか。爆弾は我が友の体内にある。画面をコンコン叩くと、マスターは頭をかいた。体内、まさか。ここにある筐体って全部が全部基板が入ってるの。筐体ていうか基板が入ってないゲームもないんじゃないか。アーケードゲームで画面がはまった箱。スキー、スケートボードといった体感ゲームの多様化に伴い、様々なタイプの筐体が登場し、ゲームセンターを賑わせている。太鼓とか画期的だったよね。基板、プリント基板の上に電子部品を搭載したもの、ボードという言い方もする。え、なんだい突然。女の突然問いかけにマスターは怪訝そうだ。え、いや、この隣のやつは中を空っぽにしてテーブル代わりに使ってるんだけどさ。あ、ポピーくんだ。隣のテーブルの台を見ると、画面越しに
中から可愛らしい笑顔が覗いていた。ったく誰だよこんなもの入れたの。マスターはドライバーを持ち出すとネジを器用に外しテーブル台を開いた。それは巨大なこれが入る箱ってすごいよな。巨大なぬいぐるみだった。それを。女は青くなって叫んでいる。え、知ってんのこれ。動かないで、その中に爆弾が。爆弾。マスターの声が裏返った。あ、わか、あまりといえばあまりの展開に俺は呆れて物も言えない。なんだこれは、ドッキリカメラか。だとしたらお次はヘルメットにプラカードを抱えたやつのご登場か。俺は隠しカメラを探して店内へ目を走らせた。本当です、警察です。あなたもここから退避してください。おいおい、今度は警察と来たか。くだらない番組だ。素人を相手にここまで演技をしなきゃならないとは。大変だな、売れない女優も。また冗談言っちゃって。ダメダメ、その手に乗らないよ。マスターが笑ってぬいぐるみのチャックを開けた。あ、表情が凍りついた。チャックの隙間から複雑に絡まり合ったリード線が覗いている。リード線、リードとは英語でリードと書き先導するという意味で、その名の通り電気の引き込み線のこと。するとこれは本当に、なんてこった。俺はようやく自分の置かれた状況を理解した。大成功。はいチーズ。あ、ちょっと待って。じゃあすまないぜこいつは。結構ノリがいいよねこの子ね。この子って。高峰ね。ダメ、マスター貸して。チャックを開けようとするマスターから女が強引にぬいぐるみを取ろうとした瞬間、俺は女の手を掴んでいる。え、むやみに振動を与えるのは危険だ。あなた一体。ポルだ、任せろ。俺は女の目を見つめた。女は強くうなずき返し俺にぬいぐるみを手渡した。渡すなよ素人に。素人っていうか一般市民に。赤か青か赤か。雷管につながる2本のコードを前に俺は思案していた。雷管、爆薬に装填し爆発させるために用いる発火具のこと。その性質によって工業用、工業に用いる電気、導火線の代わりに電気的発火装置をつけたもの。地発電気、点火から爆発までの爆発までを一定時間かかるようにしたものの3種の雷管に分類される。この爆弾の製作者はなかなかの切れ者らしい。あと5秒しかないけど大丈夫か。起爆装置から雷管までの配線が巧妙に細工され、どちらか本物でもおかしくない。それあれなんだ、わかるもんなんだ普通。起爆装置、火薬の爆発を起こさせる装置。いや、もしかしたらどちらも本物なのかもしれないが。やるな。確かあちらで見た映画にもこんなものがあった。歯ごたえある爆弾に俺は興奮していた。にやりと微笑んだその時、デジタルカウンターの数字が俺の目に飛び込んだ。残り5秒。まずい。戦場ではどれだけ早く判断、正しい判断が下せるかが生死の分かれ目になる。俺は一瞬で判断した。勝負は俺の軍配が上がった。だが犯人はこの爆弾に保険をかけておくことを忘れなかったようだ。爆弾は雷管へ通じるコードを切断すると、その解体者を負傷させる小爆発を起こすように設計されていたのだ。ごめんなさい、こんな目に遭わせてしまって。負傷した俺の腕にハンカチを巻きつけながら、女が震える声で言った。気にするな、痛みは制御できる。ありがとう。女は驚きの目で俺を見た。舞台での常識を言ったまでだが、彼女には相手を気遣う優しい言葉に聞こえたようだ。再びドアベルが乱暴に鳴り響いた。しおりさん。振り返ると、メガネに帽子をかぶった若い男が、やはりあぜらくで立っている。ここ一応ザッピングあるし、挟んどっか。大丈夫ですか。男は女を見て、間抜け声を出した。ええ、だけど爆弾を処理しようとして、この人が怪我を。一般市民まで、被害が出た以上、権田さんも、いたずらで済ますわけにはいかないわ。すぐに報告して動いてもらいましょう。はい。こいつら、本物の刑事だった。
そして俺は爆弾から渋谷を守ったフランス帰りのソルジャーとして一躍マスコミの、長寿となった。世論は俺を褒めたたえ、ついには警視総監から表彰されることになってしまった。警視総監上城京介、東京都の警察本部である警視庁の長、法的には他の県などの長官と同格だが、警察官の階級の最高位にあり、首都の警官の警察の長ということもあり、実際には別格である。要するに警察で最も偉い人だが、俺は操り人形じゃねえやっちゃった。やっちまったよ。終わっちゃった。バッドエンドナンバー44。え？飯食いに行かない方がいいの？そっか、じゃあさっきのとこ戻るか。俺ら飯を制御できるぜっていうとこに戻るか。これが終わって、そういえば朝から何も口にしていない。空腹は制御できる。俺はカラカラに乾いた唇を舐めると、そのままブラブラと街を歩いた。街は変わった。3年前とは別世界のような気がするのはただの気のせいだろうか。とりあえずちょっとさっきのしおり消しちゃおっか。ちょっと待って、これとこれを外しとこう。何やら訳のわからない格好をしたガキどもが騒ぎながら通り過ぎていく。一人が俺の方を見て何か言いたげな顔をしていたが、睨みつけるとそそくさん逃げていった。なぜ睨む必要があるんだ。俺は半ば満足しつつ、またそれが不満でもあった。トラブルは避けたいと思っていた。だが今はこの街の全てが鬱陶しい。次から次へと通り過ぎるバカみたいなガキどもを殴り飛ばしてやりたいという意味もない欲求がまだしたたかに俺の体内にくすぶっている。ここに住んでいた頃にはそんなことは感じたこともなかった。自分もあのガキどもの一人だったからだろうか。タバコが切れていたことを思い出して自動販売機の前に立ち止まった。フランスでは自動販売機というものがそう多くはない。駅の券売機を除けばほとんど見たこともないのだが、日本へ帰ってきてみてその量の多さに驚く。台数もだが扱う銘柄も恐ろしく多い。フランスで吸っていたタバコはないだろうと思ったが、ちゃんとあった。あるもんだね。あるもんなんだね。俺はジタンを2個買って封を切った。ジタン？フランスのタバコの銘柄の一種。ちなみにジタンとはフランス語でジプシー、漂白の民という意味。ジプシーか。この時代タバコ安いな。舞台にいた頃は鰹節みたいな匂いだと思って喜んでいたそのタバコは、火をつけると今は犬のクソのような匂いがした。随分と変わったね。鰹節と書く。背割りにした鰹の身を煮て干し固めたもの。ここでは香ばしく生臭い匂いという意味で用いられている。鰹節の匂い好きだけどね。日暮れ近くになるとビジネスホテルに宿を取った。久しぶりに風呂を浴びた後、再び街へ戻る。外は雨だ。なんて読むの？フランス語はさっぱりなんだ。降り出したばかりの雨の匂いが街を包んでいる。鼻孔をつくその匂いは、かつて俺に降り注いだ別の匂いに似ていた。汗と埃、雪と鉄錆、そして血の匂い。いずれにせよ、そのイメージが集まる先はレジョンの思い出でしかなかった。まだ一月も経っていないのに、ひどく遠い色あせて思える。雑踏に紛れてコインロッカーに向かい、
一昨日入れといたバッグを取り出した。近くで新聞を買うと、まっすぐホテルに戻った。部屋に入ると全てを投げ出して、ベッドで大の字になった。裏返したポケットから小銭がこぼれ落ちる。食事をし、宿代を払う。そんな日常的な出費がシャバでは案外馬鹿にならないものだ。俺はテレビのスイッチを入れた。テレビから流れる歌の歌詞を無意識のうちにフランス語に訳し、それをまた日本語に訳す。けだるい文節、空虚な単語、まやかしのレトリック、弁論という意味を持つギリシャ語で、日本では習字学と訳される。言わんとすることを適切に美しく表現し、文意にふさわしい構成を与える、言語技術という。へぇ。日本語、フランス語、日本語。どちらで考えてみても、俺はそれが何を言っているのかわからなかった。パリにいればよかったかな。自嘲気味につぶえてみる。パリ郊外のフォルド・ノジャンには、レジョネール専用の簡易宿泊所がある。フォルド・ノジャン。レジョンの入隊志望者受付所。元、パリを防衛するために設けられた13の要塞の一つで、1870年から71年にかけて、不仏戦争でも使用された。無料で宿泊でき、食事もできるため、休暇中パリに滞在するときはそこを利用していれば、金の心配などいらなかった。軍隊というのは、体のいい刑務所のようなものだ。所詮、いい食住に、所詮、だよね。所詮、いい食住に困ることはない。しかし、ジュスイ・ペルリュ。不完全なフランス語は、安宿の中でまるで存在しないかのように、空想に響いた。今でも日本語でさえ自分とは相入れないものに感じている。だとしたら、俺は何者だ。志願を捨て、彼岸から逃げ出した。永遠の疑問。俺は今、どこにいて何をしている。これからどこを目指し、どこへ行こうとしている。雑音をがなり立てるテレビをつけたまま、それをホワイトノイズとして、意識下に感じながら天井を見つめる。ホワイトノイズ。その強さの周波数成分があらゆる周波数において一定となるノイズ。日本では読んで字のごとく白色雑音と訳される。買ってきた新聞紙を広げるか、すぐそれを丸めて放り出す。いろいろなことが頭に浮かび、何なのかわからないまま揺らいで聞ける。俺はタバコに火をつける。タバコの煙が作る様々な文様をぼんやりと見据えたまま、俺はしばらくそうしている。俺は寝そべった状態で横を向き、そこにある電話を無意識に見つめる。酒を飲みたい、そう思った。ふと思い立って身を起こし、電話に向かって受話器を取る。電話かける相手など思いつかない。高校の友人はほとんどいないし、中退したため、大学の友人など皆無だった。考えるまでもなく、皆もう社会人になっているだろう。社会人。妙な言葉だ。俺は最初から最後まで社会人であったことはなかった。名前を思い出せるものは意外と少なく、電話番号を覚えているものはさらに少ない。俺は昔の友人の電話を電話帳で調べた。俺は記憶を頼りにボタンを押した。一応、しおり挟んどっか。ここで一旦切ろっか。切るか。まあ、どちらか選んでいきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。